キャットリベリオよ、わらわの息子ジュニアはまだ見つからぬのかい？は、申し訳ありません。ですがウェディどもの仕業に決まってます。あやつらの町の周りを探らせてますが、なかなか尻尾をつかめませんで。むむ、何者にゃ貴様は。ここがこの猫島を治める女王キャットマンマー様のお部屋としての牢石か。マンマー様は今ご子息を失って大いに心を痛めておられる。お慈悲のあるうちに立ち去るがいいにゃ。むむ、貴様らウェディの連中か。立ち込みなら帰り討ちにしてやるにゃ。慌てんなよ豚猫、俺たちは届け物に来ただけさ。豚猫だと？貴様ら俺の剣のサビにしてやるにゃ。待つがよいキャットリベリオ。はっ、キャットマンマー様。しかしこやつらは。待てと言った。はあ、そなたたち何用でここに来たのかい？俺たちはあんたらのお仲間を返しに来てやったんだ。おい、あのチビ猫をこのデカ猫に見せてやれよ。その愛らしさ、見まごうはずもない。まさにわらわの息子ジュニア。よくぞよくぞ生きていてくれた。さあジュニアを我が元に返してやれよ。ちょっと待ったにゃ。貴様らなんてことをしてくれるにゃ。俺様の計画を水の泡にする気か。計画とな？くっ、しまったにゃ。あー、バレちまったら仕方ない。こうなったら全部バラしてやるにゃ。計画ってのはな、まずはあんたのジュニアを海に流して亡き者とすることにゃ。そして気落ちしたあんたを葬りゃ、次のボスの座はめでたくこの俺様に回ってくるのにゃ。リベリオ、そなた何ということを。その計画も貴様らのせいで失敗にゃ。こうなったら力押しあるのみ。まずは貴様らからだ。ジュニアとマンマーの始末はその後にゃ。こいつはやべえぞ。とりあえずはあの豚猫からチビ猫とこのガキを守る。私もその子を守る。ここに来る途中もお手伝いしてきたし。おいおい、わかった、お前も手を貸せ。ソーミャ、あげてやるにゃ。
てやるです。ま、貴様のようなやつにこの俺様が負けるとは。こうなったらジュニアだけでも道連れにしてくれるにゃ。貴様、あんたは筋が通ってねえな。猫を殺しちゃいけねえってな。死んだじいさんと約束してるんだ。今すぐここから消えな。ふむ、人の子らよ、波紋の音叉が壊れたことはわらわも聞き及んでおる。国の礎たる音叉のようなものが急に壊れたのはなぜか、あるいはわらわの力が同族たちにあまねく及ばなくなり、キャツのようなものが現れたのはなぜか。なんだ、何の話だ。わらわは何やら忌むべきもの、悪しき意志が
この大地を覆い隠さんとしているように思えるのだ。このことを夢忘れることなかれ。ふむ、それについてはそなたの方が骨身に染みて知っているようだな。チッ、何のことやらさっぱりだ。なあ、わかったよ。と、ほら、お前の出番だぜ。でも、ユザ兄ちゃん、この子は私の家族。親がいない寂しさはお前が一番よく知ってるはずだろ。その寂しさを知ってるお前がその子を親から引き離したままにするのか。そんなこと。幼きウェディの者よ、そなたがわらわのジュニアの命を救ってくれたのかい。この子は町の港に流れ着いてました。私、この子は捨てられたんだって思って、私の家族にするつもりだったの。ごめんなさい。謝らなくてよい。すべてはわらわの愚かな配下がしでかしたこと。そなたに落ち度はない。そなたはジュニアにわらわと変わらぬ愛を捧げてくれたのであろう。ならばわらわは礼を言わねばならぬ。この子を返します。ありがとう、わらわの息子。もう離さぬぞい。そなたらに礼を言おう。よくぞジュニアを届けてくれた。そなたらのおかげでリベリオの暴挙も止めることができたのだからな。時にそなたはヒューザと言ったな。なんだよ。わらわもな、先代と約束したのだ。ウェディの者を殺してはならぬとな。遠い時代、我らキョネコ族の勇士とウェディ族の勇士が手を取り合い、巨大な悪と戦ったことがあるらしい。そんな話には興味ないな。そうか。だがわらわもその約束は守ろうと思っているのだ。とはいえ、わらわの意に沿わぬ者もいるだろう。そなたらに敵意を向けるやもしれぬが、そのような者は好きにして構わぬぞ。こっちの面倒事を解決しただけさ。さ、用は終わったし帰るとしようぜ。町長に報告に行かねえとな。うん。何うだうだしてやがんだ。ほら、ちゃんとお別れを。ヒューザ、聞こえますか。この者は悪しき気配から世界を守るための重大な使命を果たす旅をしています。ああ、誰だ、誰の声だ。あなたならこの者を助けることができるでしょう。この世界の希望を絶やさぬように。どうしたの、ユーザ兄ちゃん。いや、なんでもねえ。ほら、別れってのはさっぱりやるもんだ。もう行くぜ。
私も。ううん、さようなら、ジュニアちゃん。おお、君、ヒューザ君、ソーミャも無事に子猫を親猫に返すことができたようだな。町の周りをうろついていた猫の魔物もすっかり姿が見えなくなってな。これで町の者も一安心というところだ。勘違いすんなよ、町長。もうあのチビ猫を探してこの町に来ることはないだろうが、あいつらは所詮魔物なんだぜ。ママはいい人じゃなくて、いい猫だよ。町の周りから猫の魔物がいなくなっただけでも私にはありがたいのだよ。このジュレットに住む者に安心を与えるのが町長たる私の役目なのだからな。ふん、そりゃご立派なことで。ヒューザ兄ちゃん、またそんなひねくれた言い方する。君たちの働きは実に見事だった。まさに我が町のキーエンブレムを与えるにふさわしい。さあ、この青のキーエンブレムを受け取るがいい。もちろん君にもだ。さあ受け取ってくれ、ヒューザ君。いらねえ。何？しかしこのキーエンブレムがあれば他の国でも信頼を得やすい。持っていて損はないと思うが。俺はそんなもんには頼らない。自分の力で人に認めさせてやる。レーンの村を出た時そう決めたんだ。そうか、ならば無理にとは言わない。君の好きにすればいい。そうそう、これもなんかの縁だ。俺は当分お前についていく。嫌とは言わせねえ。足手まといにはならねえから安心しろ。ほら、ソーミャ、お別れをしなさい。うん、いろいろありがとう。よかったらまた会いに来て。そうだな、近くに来たならぜひこの町に立ち寄ってくれ。お前は自分に親がいねえのが寂しいからってあのチビ猫をずっと手元に置こうとしてたよな。今でもそうしたいと思うか？ううん、もう思わない。頼れる相手がいるやつはそいつに頼ればいい。だがいないやつは自分が強くなるしかねえんだ。誰にも頼らずに生きていけるようにな。俺は今までそうしてきた。これからもそうやって生きていくつもりだ。うん、そうだね。別にお前にそうしろって言ってるわけじゃねえよ。勘違いすんな。ところで、あの女王猫が言ってた悪しき意志ってのに本当に心当たりあるのか？ね
ネルゲル。ネルゲルって野郎がそんなことを。なるほどな。あの声はそれに関係あるのか。ああ、いや、女王猫のところだよ。お前についていけって妙な声だな。ユーザー兄ちゃん、それってジュレットの町もじきに危ないってことだよね。やっぱり私もヒューザ兄ちゃんについていく。町を守らなきゃ。キャメ子の巣の時みたいに二人の戦いのお手伝いする。いいや、ソーミャ、お前は残って町を守れ。親玉退治は俺たちに任せな。そうだな、町のみんなと仲良くなって、町をみんなと一緒に守りきって、いつか帰ってきた俺に強くなった姿を見せてくれ。分かった。私、町を守る。それじゃ、あばよ、ソーミャ。元気でね、ヒューザ兄ちゃん。兄ちゃんはやめろ。私はヒューザ兄ちゃんみたいにはなれないかもしれないけど、町のみんなともっと仲良くなって一人でも生きていけるように頑張ってみるよ。それで大きくなっていつか猫島にいるあの子に会いに行くんだ。お友達になってもらいに。いろいろありがとう。私はもう大丈夫だから。